ランデスベルゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセ州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村でザムトゲマインでミッテルベーザーの一員である。ランデスベルゲンは、シュタインフーダーメイア自然公園沿い、ベーザー川下半に位置する。ニーンブルク、ベーザーと、シュタットハーゲンとのほぼ中間にあたる。この町は、以下の地区からなる。ランデスベルゲンは2005年に、 盛大な950年祭を祝った。同盟の小貴族がこの村に寄っていた。ザムトゲマインでランデスベルゲンは1967年7月1日に行政改革に伴って、当時の独立した町村、ハーネンベルク、ランデスベルゲン、レーゼ、レーゼリンゲンから創設された。エストルフ、フーウズム、ランデスベルゲン、 レーゼからなるザムトゲマインでランデスベルゲンは1974年3月1日にニーダーザクセン州の地域再編によって成立した。このザムトゲマインでは2011年11月1日にシュトルツェナウを加えてザムトゲマインでミッテルベーザーに再編された。ランデスベルゲンの長下界は13議席からなる。ハイドルンクールマンが名誉職の町長,長を務めている。 勝負は銀字に赤い狐。その下の主部は赤字で、向かって左上から斜めに銀の波体。向かって右上には金の電光、左下には金の帆。狐は町の名前の元となった貴族フォン・ランツベルク・ケスバーグ家の紋章に由来する。斜めの波体はベーザー側を示し、保と電光はそれぞれ農業とエネルギー産業の ロベルト・フランク天然ガス発電所を象徴する。ランデスベルガー SV のサッカー部門は、ベツイルクス・オーバー・リーガでプレーしている。ブロケローでは2004年から、ロールプレイング、コンクエスト・オブ・ミスディアが開催される。この催しには全ヨーロッパ、日本、アメリカをはじめ世界各国から、ファンタジーロールプレイファンが集まる。この街は、シュトルツェナウから、ローテンブルクに至る、連邦堂。 B215 号線沿いに位置している。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。